湯沢市でキラリと光る人をピックアップ、キラリチャンネルのコーナーです。本日は湯沢市で湯沢南家佐竹太鼓を演奏している寺田淳二さんをピックアップします。佐竹太鼓はですね、自分にとっての分岐点というのは、自分が30歳の時に、この湯沢南家佐竹太鼓と知り合ったんですけれども、その30歳の時っていうのは、自分がすごく落ち込んだ時で、仕事もしたくないし、何するにしても何もしたくないっていう、本当にこう心の中にポツンとこう大きな穴が開いた時期でした。で、その鼓動の、コンサートの大太鼓っていうのをズシンっていうこの聞いた時に、その空いてた穴にスポッとこう音が入ってきて、あ、これだなって思ったんですね。で、やはりこのその時は非常にこう落ち込んでたんですけども、このまま黙っていられないっていうのもあったし、同じように悩んでる人たちにも何かこう自分でこうやってこう勇気を与えれるようなものがないかなっていうことも考えてたので、でそれとたまたまその佐竹太鼓の太鼓の音と、その悩んでた時期のものがこう合致して、太鼓に入りました。湯沢南家佐竹太鼓はですね、もともと伝統芸能っていうのでありまして、三関の祇園林さんの方から伝統芸能で引き継いでこられた、太鼓団体ですけれども、佐竹太鼓はプラスアルファで創作太鼓っていうので、自分たちでこういう曲もいいんじゃないかってことで、こう自分たちでこう作ったものも合わさっての、太鼓団体ですので、そういうところにも非常にこう興味があってですね、入らせていただきました。佐竹太鼓というのは、自分は本当にこう趣味で、太鼓が趣味で入りましたっていうみんなに言ってたんですけれども、それがほとんど趣味でなく仕事以上の存在になってます。でもその佐竹太鼓をやることによって、いろんな知り合いがたくさんできたり、昔の自分とは全然違うような感じになりました。で、あとはどんなところに魅力を感じますかっていうところですけども、やはりその太鼓の音、これやはりこう昔からこうビンビン来る、よく赤ちゃんがお母さんの中にいた時のその鼓動っていうかですね、ドクンドクンドクンっていう同じようなリズムらしいんですね。で、そういう懐かしい音、あとは本当にその太鼓の音によって、本当にこの疲れた時なんかも本当にこう勇気がこう与えてもらえるような音なので、そういったところにすごいこう興味、太鼓の音に関してですね、本当にこう興味があって、今やってるところですけども、自分たちの太鼓はですね、正直言って楽譜がありません。なので、他の団体さんはですね、楽譜の通りの演奏をやってますけども、自分たちは楽譜がない分、練習の時は、自分で、見て聞いて動作を覚えてやってます。で、その分その人のつながり、先輩とのつながりが強くなってですね、非常にこう入りやすい団体だと思います。必ず演奏前にすることはですね、その演奏を自分たちも楽しむんですけども、一番はお客様に喜んでいただくために精一杯やろうということで、みんなで円陣っていうのを太鼓の周りにですね、みんなで集まって気合を注入します。で、暑くても寒くてもまず一生懸命叩こうっていう思いでやっております。はい。はい、こんにちは。湯沢南家佐竹太鼓の寺田です。番組を見ていただきましてありがとうございました。自分も太鼓を始めて、16年目になっておりますけれども、まだまだこれからと思っております。祭りを通してですね、湯沢南家佐竹太鼓の方に興味がある方はぜひ、お気軽に、いつでも来られる方は大歓迎ですので、来ていただければと思います。で、練習会場の方も、湯沢市広域交流センターのホールでやっております。
自分も本当に一生懸命叩きますので、皆さんと一緒に仲間になれればなと思いますので、おいでいただければと思います。ありがとうございました。和太鼓を通じて今を表現する湯沢南家佐竹太鼓、皆さんもぜひ和太鼓の響きを体で感じ、肌を通しその魅力を感じてみてはいかがでしょうか。湯沢市でキラリと光る人をピックアップ。今回のキラリチャンネルは湯沢市で湯沢南家佐竹太鼓を演奏している寺田淳二さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。